自分は今高千穂トロッコ鉄道っていうとこの天野岩戸っていう駅に来てるんですけど、台風で線路が流されちゃって、それからまだ再開の目処が立ってないんだけど、自分もあのファミリーマートで売った宮崎茶っていうお茶でこの電車の復活を望んでちょっと募金を呼びかけたりしたんですけど、ちょっと力を及ばずで、まあ乗った方はこの綺麗な高千穂の渓谷を走りながらね、元気よく、まあ、電車が走ってた頃っていうのが、電車っていうのか汽車っていうのか列車っていうのかね、いい思い出になってると思いますけど、なんかね、寂しいよね。まあ、本当にこの駅のイラストにあるように、天の岩と神社があって、でその向かいは温泉になってまして、でね、こう渓谷もいいんだけど、すごいこう山々が、こう、うまい表現見つかないんだけど、なんか綺麗なんだよね。なんか綺麗っていう表現が、透き通ってるっていうか、なんかそんな感じがしますね。ここまで来るのには、すごくこうバイクで来やすくて、信号も全然ないしね。信号も全然ないし、すごく道はいいし。なんかすごく楽しいと思います。ただ寒いよね、冬だから。やっぱ、山の上なんか雪降ってるしね。まあでも、今新しい、作家の先生が社長について頑張ってるって今日の新聞にもあったんで、ね、まあ、バイクあれやここには来れるけど、電車がまた復活してもいいんじゃないかなとか思うね。金かかるからね、無責任なこと言えないけど、いや本当。夏なんか家族連れの笑顔が、笑顔とこう笑い声が多分この駅舎にも溢れたと思うんだよね。まあでも高千穂には来てよかったと思う。いつか来なきゃなと思ってたんだけどね、来てよかったと思う。まあ、天の岩戸は見たんですけど、神話だよね。神話。まあ、その神道とか、日本の神々のことをちょっとでも勉強すれば、まあ、わかると思うんだけど、まあ、一神教じゃないから、あそこがなんていうの？聖地っていうわけじゃないし、だけど、聖地なんだよね。唯一絶対じゃないんだけど聖地なんだよね。まあ、全ての水だの空気だの太陽だので木々だの土だの作物だの、まあちょっと外れるけど人だの、全てにこう意味があって、まあ、和をもって尊しとすっていう、日本の、ここはなんか、原風景の一つのような気がするね。ほんと。まあ、もし、ね、いや、俺も来てよかったと思うけど、本当来たことない人は、
一回見てみたらいいんじゃないかな。雲が低いの、ほんと。ちょっと雨降ったんで、ぼちぼち帰ろうかなと思います。